秋冬にしっかり対応できるですね、エレガンスなコーチジャケットとなっております。スタイリッシュなファッションでかなり受けがいいじゃないですか。リラックスしたシルエットでね、楽しんでいただけるのではないでしょうか。はい、総合バーセナのディユセです。今回はですね、こちら、はい、マインデニムからですね、はい、展開しているですよ、こちら、マインデニムのですね、ディレクターをやっております、野口剛、はい、こちら、もう超有名な方ですね、野口剛さん、野口剛氏っていうとなんかちょっと言いにくいんで、野口剛さんと言わせてください。はい、野口剛さんがですね、主催しております、こちら、スティーローと言われてるね、結構毎シーズン春夏も秋冬もずっと展開してるですね、コラボレーションの、はい、今回、秋冬のスティーローからですね、コラボレーションしてるカーライン・ジェイコブス。はい、こちらどっかで聞き覚えがあると思いませんか、バーセの視聴者さん。こちらですね、実は半袖 T シャツで先ほどちょっと前に出てるんです。はい、こちら貼っておきましょう。こちらの方でですね、スティーローだったりとかカーライン・ジェイコブスのですね、ご説明っていうのをしっかりやってるんで、よかったらこちらもご覧ください。そして、T シャツも商品ございますので、はい、よかったらですね、オンラインストアの方からですね、ちょっとチェックしてみてください。今回はですね、もう、まあ、アウターとして今回スティーローと、まあ、コラボレーションをしているカーライン・ジェイコブス、こちら有名なフォトグラファーでございます。そちらのですね、フォトプリントをバッグにあしらっております。バッグがまだ見えないでしょ、まだちょっと楽しみにしておいてください。こちらのですね、コーチジャケットをですね、今回はご紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルでですね、高架中央区大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。毎日19時に更新してるんですけども、メインはですね、商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、そして取り扱いのブランドはですね、まずシルバージュエリーですけど、若シルバースミスやトゥアレグジュエリーといったね、クラシックなジュエリーからネイティブなジュエリーまでね、幅広く取り揃えております。そして、フレグランスブランド、うちサノマっていうね、フレグランスブランド、日本のブランドをやってるんですけども、こちらはですね、香水がメインで、そしてお香だったりシャンプー、トリートメント、ハンドクリーム、こういうね、香りにまつわるプロダクトっていうのを提案しているブランドとなっております。そして最後にですね、うちは E バイクもやっております。電動自転車です。はい、こちらスーパーセブンティースリアアルコンといったね、ブランドを取り扱っておりまして、はい、走行動画やレビュー動画などをですね、更新しているチャンネルとなっておりますので、よかったらですね、過去の動画もたくさん見て、チャンネル登録といいねボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではですね、こちらのカーライン・ジェイコブスと、まあ、スティーロ、こちらのコラボレーションコーチジャケットをですね、一挙ご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、こちらご紹介していきたいと思います。簡単にご説明するとですね、そのスティーロというのはですね、マインデニムの、マインデニムのブランドの中から出てるある一種のラインと、思っといてください。野口剛さんがですね、コラボレーション、毎シーズンですね、有名なアーティストさん、フォトグラファーだったりとか、アーティストだったりとか、そういう方とコラボしてるシリーズでございます。その中でもですね、今回はカーライン・ジェイコブスといったですね、Vogue の写真とかを撮ってる方ですよね。はい、そういうかなりね、著名の方とのコラボレーション、オフィシャルでですよ、コラボしてるというね、アイテムとなっております。かなりですね、インパクトのあるね、フォトグラフィックがですね、バックにあしらってあります。はい、そしてまずちょっと簡単なご説明をするとですね、今回のコーチジャケット、ただのチープなですね、コーチジャケットではないんです。かなりね、秋冬にもちゃんと対応できるようにですね、実はこれですね、裏ボタンがね、しっかりとついております。裏ボアですね、ごめんなさい、裏ボアがかなりしっかりと、はい、あしらってあるようなね、秋冬にしっかり対応できるですね、エレガンスなコーチジャケットとなっております。はい、フロントはですね、これナイロンなんですよね、ナイロンシェルを全体的に使っております。そして、裏はボアになっております。はい、でこちらですね、フロントの、はい、ロゴはですね、このタイポグラフィーはカーライン・ジェイコブスというね、タイポグラフィー、こちらはね、ベルギー人のアーティストさんにですね、また作ってもらってるっていう、またちょっと違ったね、デザインになってるんですけども、かなりかっこいいですね、シンプルなデザインですけども、ロゴとなっております。はい、そして裏がドン、こちらです。はい、今回ですね、チェリーをあしらったですね、フォトグラフィックでございます。これですね、 T シャツでも前出てたんですよ。はい、すごい人気でした。めちゃめちゃ売れました。そのですね、チェリーフォトをですね、後ろにしっかりとバーンと
インパクトのあるね、このですね、黒と赤のコントラストっていうのが僕かなりかっこいいなと思うんですよね。そういう結構ですね、インパクトもあって、かつファッション性のすごく高い、そして、冬しっかりと着れるというね、コーチジャケットになっております。こちらですね、これあのこんだけかっこよさあって、まあボタンとかもオリジナルだったりとか、オフィシャルでコラボレーションしてるんで、そういうね、あのコストってかなりかかってるんですけども、これ実はですね、ポイントがこれ金額なんですよね。これ実はですね、あの金額がこちら出しておきましょう。35,200円なんですよ。めっちゃ安くないですか。シャツレベルですよ、マインデニムの。そう、マインデニムのシャツと筆頭するぐらいのアウターなんですよね。はい、これをインナーにする人っていうのはなかなかいないと思います。はい、一番上に来てすごく存在感のあるアイテムなのに、これ35,200円っていう、そんなね、あの僕はすごくリーズナブルなんじゃないかっていう、はい、コスパがいいですよね。はい、そうやってね、あのシャツ感覚で買っていただける金額の、はい、コーチジャケットでございます。これですね、サイズに関してはサイズがもともと2と3こちら、まあ、M と L ですかね、はい、の2サイズ展開となっております。これもともとがそうなっております。はい、で、あのバスでもですね、サイズ2と3あって、はい、これで、ね、あの正直僕もうすでに着用してしまってるんであれですけど、どっちでも着れちゃうんですよね。なのでそのサイズ感両方ともちょっと着用して皆様の方にね、ちょっとしっかりとお伝えできればなと思ってるんですけども、もう一つだけポイントがございまして、これですね、あのボアがですね、あの裏地についてるんですけども、この袖の部分は実はですね、ちょっと寄ってみてください。これあのメッシュになってるんですよね。そうだから袖の部分だけ少しだけ軽さがあるっていうところも、まあ、ポイントとなっております。こういうのもまあ踏まえた上で、あの結構ね、あの袖とかって特に冬場はかさばっちゃうからこそですね、あのそういうまあサイズ2、3、まあ、どちらかをですね、まあ、皆さんに選んでいただければなと思っております。なので早速じゃあ、これサイズ2サイズですね、僕両方ともちょっとスタイリングを踏まえて着てみたいと思います。はい、それでは着用してみました。今回ですね、あのまずは、僕がそのまま着用してたこういうスリーマンのデニムやレターズのブーツと合わせた感じで、これサイズ2を着用しております。結構ですね、あのすごくあのこの、まあ、ちょっとシュッとしたスタイリング、マインデニムといえばですよ、まあ、こういうスタイリッシュなファッションってかなり受けがいいじゃないですか。マインデニムの真骨頂でございます。そのスタイリングとね、あの今回このカーライン・ジェイコブスのコーチジャケット、こちらの方をですね着てるんですけども、サイズ2でもこの感じなんですよ。ちょっとこう上半身の方に寄っていただければと思うんですけど、これあの僕今中はですねこんな感じで T シャツしかまあ着てないんで、そこまで厚着をしてないんですよね。ただこの上に、あ、この、あ、ごめんなさい、この中にですね、あのニットとか着ても全然着れちゃいます。そのレベルなんで、ほんと冬物アウターとしてもいけるし、逆にあの少し厚手のニットとか着てもあんまりこう膨らみが出ないかなという、そんな感じになってますね。僕がサイズ2でちょっと厚手のニットを着たとてそこまでの膨らみが出ないぐらいのサイジングです。そして袖はですね、意外とやっぱ軽いです。この中ボアはですね、ちょっと開けてお見せできたらなと思うんですけど、ここの部分ですね、袖以外の部分は中ボアがちゃんとしっかりとついてるという感じになってます。そしてこれめちゃめちゃかっこいいでしょ。そう、このやっぱインパクトじゃないですか。そう、このカーライン・ジェイコブスのこのチェリーデザインがかなりね、ちょっとこうこのコーチジャケットを一気にアーティスティックなね商品に仕上げてるのではないかと思っております。はい、そして裾はですねお好みで絞ってもらって全然大丈夫です。はい、絞りがついてるんで、そこはもうお好みで絞ってください。はい、こんな感じがですね、これサイズ2なんですよ。なんで、僕の身長がですね、175センチの体重61キロぐらいです。その僕がですね、サイズ2着てもこんな感じと思っておいてください。そして、ちょっと今からですね、サイズ3の方を着用してみたいと思いますので、はい、スタイリングちょっとパンツも変えてね、ご紹介したいと思います。はい、それではですね、今回全身マインデニムにやっちゃいました。はい、ブーツはちょっと変えてないんですけど、こちらですね、パンツ、はい、これマインデニムのフレアデニムですね。はい、かなりこれ人気のあるアイテムなんで、よかったらチェックしてみてください。結構ですね、スタイリングとしてのすごいね、こう組みやすさというか、スタイリングに落とし込みやすいアイテムになってますので、よかったらぜひチェックしてください。そしてですね、これなんかこれマインデニムのブルゾンですね。はい、チェックブルゾンでございます。ハリントンジャケットですね。これも多分紹介してると思います。こっち、はい、
ご紹介してると思うんで、よかったら見てみてください。このですね、ハリントンジャケットを中に入れて、今回あのサイズ3の方ですね、これ着てます。はい、この感じですね。はい、サイズ3になるとやっぱこうかなりリラックスな、はい、アイテムになります。僕でもサイズ3はちょっと緩いなぐらいの、全体的にやっぱ袖感だったり着丈の長さとか身幅もここら辺がやっぱ一回り大きくなっちゃうんで、そうしっかりと着込みたい方、そしてもうずっと一番の上に着て、はい、あの袖はですね、あの少し薄手にできてるからこそ中にちゃんと着て、巻き冬もう一番上のアウターで主役級を飾るぞとおっしゃるスタイリングをしたい方はですね、サイズ3をお勧めしたいと思います。これ2と3だったら丈が多分おそらくですけど、まあ2センチぐらいはやっぱ変わってんのかなっていう、まあ、感覚です。はい、なので結構リラックスしたシルエットでね、楽しんでいただけるのではないでしょうか。そしてこれですね、まあ中にジャケットを着た状態でボタン閉じても全然ストレスがないんですよね。こんな感じですね。そう、膨らみがあんまりないでしょう、言うて。そんなバフバフしてるような感じには見えないと思います。なんで結構ですね、ニートさんどちらでもね、多分僕ぐらいの、まあ、身長だったりとかある方とかはですね、どっちもちょっと楽しめちゃうっていうところも、まあ、ポイントになってくると。でもなんか僕はなんかこう開けてそのボアをですね、ちょっとチラ見させて中のインナーでしっかり楽しんでいただくのもすごくいいかなと思っております。はい、こんな感じでいかがでしょうか。サイズ2と3、まあどちらのねサイズも結構悩ましいところではあるんですけど、そうなんせですよ、これ金額が金額なので、僕はめちゃめちゃおすすめです。うちはですね、おそらくラスト1点ずつ両方ともサイズがあると思いますので、はい、もしこの動画が上がった時にあるのはこちらのオンラインストアあるかもしれないで、チェックしてもらえると嬉しいです。はい、そしてですね、まあ、ここまでちょっとご説明させていただいてるんですけども、サイズがまだ、ね、こういうちょっと分かんないなという方とかはですね、あの概要欄に貼ってます、オンラインストアのですね、お問い合わせフォームからですね、あのされたりとか、インスタグラムの DM 等でです、インスタグラムの DM 等でですね、あの受けたまわっておりますので、よかったらぜひご利用してみてください。はい、このカーラインジェコブスコラボ、はい、かなりね、毎シーズンスティールすごくかっこいいアイテムがめちゃくちゃ出るんで、はい、この秋冬のコーチジャケットもですね、ぜひ、もう冬のですね、あの一軍としてしっかりと楽しんでいただければなと思っております。はい、最後まで見てくださった皆様、誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。